ジュース。何足すのが正解？すごい下がる。どう？滑っちゃうんだよね。今は一回チンしたのでもう一回だけチンします。え、ごめん、すごい公園見るのに。ここにネギが置いてあります。ということで今から玉ねぎとトマトを切ってつけたらきっといけます。ちょっと待って、いや、すぐ食べれるように作っておこうかなと思って。やばい、 iPad の充電がない。でも入れそう。充電がない。急いでやんないと。急いでやんないと。ちょっと待ってね。ピーマンはできた。切ります。タコめっちゃでかっ。タコさんが 30% 引きでした。やばいよね。あとポテトも買っちゃった。昨日もポテト食べたんだけど、昨日はちょっとスーパーに行けなくてコンビニのポテト食べて、今日もだから3品作り置きします。トマトを切ります。ついた。今めっちゃ寝たの遅くて、4時とか4時半とかに寝たのかな。でずっと家にいると結局私も二度寝しちゃうので、もう今日は結構寝ました。
ったら玉ねぎを切ります。朝は何時に起きたっけ、755に送った時間に起きてますよ。玉ねぎの皮を剥きます。お昼くらい、そうです。ね、台風がね来るよね。もうからピーマン食べよう。ピーマンくらいはいい、うん、充電があと 5% やばい。全然切れない。やばい、あと 5% でももうやばい、落とした。あと入れるだけだからいけると信じたい。なんでそんな iPad の充電ないんだろう。確かに iPad ってやっぱ充電減るの早いよね。ストーリーに質問募集したので、ぜひ多分今日返す。返さなかったらごめんなさい。やばい、落ち着きがない。ちょっと焦ってる。いや、でももういけるよ。4%、やばい。いいのでは。
な。きゅうりと青ネギのサラダと、マリネ、アンチェ、アンチェです。こちらは無限ピーマンちょっとだけです。いやー、飲まないと思うけど、まだ食べてないんで、もうちょっと公演見終わったら食べようかな。スタンピーマン食べる。チューリングないよ。ということで、今日は僕隊を見ます。昼かな、昼の方がいっぱい映ってそうだから昼にします。暗っ。皆さん一緒に見れますか？今日はもうメイクもしなかった8月28日13時半です。やっぱいいよ。はい。MC は基本飛ばそうかなって思ってるんですけど、大丈夫そう？大丈夫そう？寸劇？木体に寸劇はございませんよ。1100。よし、じゃあ押します。おばあちゃんのとこまで先飛ばすね、一旦。50秒まで飛ばしました。間違えた、1分だった。1分まで飛ばしてください。ピーマンいただきます。同時は無理だけど、多少の同時はいけるから。じゃあ押してください、どうぞ。私さ、
テレビで見てるからさ、音あんま反応しないできないよね。出てきた。すごいなんかさ、鏡がさ映ってるから新鮮だよね。あのスカートが見える感じちょっとエッチだね。初日はね映るんだよね。でも鏡あるのよくない？ちょっと僕隊めっちゃ鏡多い。ほぼ鏡じゃない？ユニットとか結構鏡多いよねって思った。やっぱでもなんか衣装が青春って感じでいい。そうほぼ推しカメラなのはずい。でも顔髪の毛流してるのはすごいいい感じですね。自分で言うなって感じだけど、同じくらいみんな。ね、くるみのストレートハーフツイン可愛い。ね、クロスタンがめっちゃダンスが綺麗です。めっちゃ綺麗。なんかね、女性らしい踊り方してる。あやちゃん目でかっ。もうでもね、初日は緊張しかないな。え、夜見てるの？あとはアミちゃんの顔面がめちゃくちゃ可愛い。私まつげめっちゃ上がってるねこの公園。なんで？ゆうなちゃんのビバハリケーンのダンスがめっちゃかっこいい。嘘、嬉しい。もうでも初日はなんか立ち位置必死で。てか太ったね私。めっちゃなんかムチムチしてる。でも踊りもやっぱどう見えた、どうやったら綺麗に見えるかなとか自主練中にやってたから、そう、そういうところも見ていただけると嬉しい。
った、ね、衣装かわいい。うん、楽しかったな。もう1週間くらい経った。希望の果実かわいいよね。なんかくるみマジかわいい。確かにあみちゃんとまなみにはダンスめっちゃ上手だしね。でもダンスを教えてくれる人がいっぱいいて、ひななとかもそうだし、めっちゃ助かった。歌詞は違えてる。でもちゃんと見るの初めて。答え。自分の。ちょっとユニットとかは見たけど。ちょいちょい間違えてる。私口でかいのコンプレックスかも。やだ。口でかいのっていいことらしいけどね。ちょっとやだ。食べるのは早い。うん、でもなんか8月中に出れてよかった。僕たい夏の思い出って感じしない？すごい。夏に出たかったの僕たい。いや覚えてよかった。マジで楽しいもん。なんかまたさ、なんかいろんな人と出れるの楽しみだよね。なんかこの先輩と出てるとこ見たいって人も多分いるだろうからさ。食べちゃった。私ピーマン食べれそう。ずっと
無限ピーマン。これ8で全然ポジション違うからやばい。歌どうでした実際のところ。でも1公演2公演目よりかは1公演目の方が歌はなんか喉が安定しててよかったって自分で思う。あとくるみがめっちゃ歌うまい。なんか愛しさのディフェンスが、まあ、今話すことじゃないんですけど、あの普通 A メロもさ B メロも振り分けるんだけど基本全部オールなのね。 A メロもオール、サビもオールで、なんだろう、休むとこがなくて、あなんかなんだろう、生歌用に作られてないって感じがする。やっぱセリーネ、あとはね、でもビーバーはちゃんと、なんだろう、結構ゆる、そんなダンスがバキバキっていう曲がないから、僕たちもビバくらいなんかめっちゃ張り切ってやろうと思ってやってたかも。私首座ってないんだよね、困る。めちゃくちゃ暑かったよ。僕たい。よし、じゃあ飛ばします。飛ばしていいですか？飛ばしたらいいんだろう。
ってね。27分30秒まで飛ばしてください。飛ばせたら教えてください。さっきいい感じでした。ちょっとずれてました。あんま気にならないくらい。お腹空いちゃった。 OK。 じゃあ皆さんどうぞ押してください。私その10秒後に押すから。2、3、4、5、6、7、8、9、10。押す。いいね、ちょうどいい感じ。アイドルは本当に1回だけやったことあるんですよ、昔。同じポジションしかも。すごくない？なんかみんな可愛いのに私だけ浮いてるなって思った。あなたを見てる。まあ髪色ってとこあるけどね。でもさ、劇場で見たらさ、そんななんかプリン目立たないね。目立つのかな。ここであやちゃんが一番年上ってむず。見えないわ。いや、私太ったはずなのにこの衣装全然着れたんだよね。だから上半身が太んないから足が太る。私の普通の女の子です。めっちゃ骨格わかるよね。だからこの前の逆上がりとかも初めて見ましたってコメントめっちゃあって、でもウエスト細すぎてめっちゃスタイルいいですね。バッカーでやっぱあんまり足、まあ、スカートとか履いてるからかな、わかんないのかなと思って、まあ、それで自分が痩せるのやめようとかじゃないんですけど、いい感じにごまかせてる。逆上がりのスリが私基本一番高いところにいる人なんですよ全部。でも愛の色が怖すぎて。矯正したい。矯正ってめっちゃお金高いですよね。でもいや、するんです、絶対いつかはするんですけど。
よくしたい。そう、あの背が高いから余計に頭ぶつかりそうになってて、ね、なんだっけな、振りまねの時、稽古園の、あのあんまり飛ばない方がいいのと手伸ばさない方がいいですねって言われて、おと思って。逆上がり公演をもし見るときはちょっと振りまね見てみてください。私全然手伸ばせてないし、全然飛んでないし、高いから回るの怖くて全然回れないし。でもこの衣装も結構お腹細見えしますね。アミちゃん可愛すぎ顔面。セリはね、でもあんまり激しく踊ると揺れるのめちゃくちゃだから、激しくも踊れなくて、もうでも愛の色の時が一番怖いかも。アミちゃん細いしね、でもこの3人めっちゃバランスいいかも。みんな細いし、ダンス綺麗。結構揺れる。そうだね、めちゃくちゃ時間かかったね。いるのよ、怖いだから。ねえ、雫のセリとか全然わかんない。私本当、でもやっと雫の立ち位置表を出しました。でもなんか私全部こう番号を書くんですけど、多分この書いてある番号が多分違うやつなのよ、あの違うポジションのやつで、また覚え直しだってなってる今。ピワはセリは一緒ですね。でもどの曲でセリ上がってたっけってなってる今。いや、つぼみたちも使ってたね。スコールは使ってない。ビバ使ってた。ミービー使ってない。だからつぼみたちビバ使ってたでしょ。中盤が何からだっけ。アクシデント中、それすら忘れちゃったよ。
ささみゆきか、ささみゆきを使ってない、アクシデント中使ってた、アンチは使ってないね。マジでくるみ歌うまくない？日暮らしやってほしいって声あったけど、私はちょっと歌えなくて諦めました。ひななもうまいのよ。かわいいくるみ。でも8人公演でシリ使ってないから、しずく8人公演でシリが動かなくなってからに違うのあるのか、使わないのか。シリが動かなくなってからっていうか、コロナで8人になっただけだから、曲によってシリを動かしとるのであれば、そう動くはずだけど、でもユニットは誰も経験してないからね。でもセリがあるとやっぱ緊張さが増します。なんか間違えたら危ないし、気をつけないとって思いながらやってる。だからめっちゃ緊張してた。億体はそんななかったけど、逆上がり結構多くて、綺麗な顔してるね。むずすぎディフェンス。前髪が崩壊してきたのがもうめちゃくちゃやだ。でもランちゃんもナナミニャンも踊れるからどうしようと思って、もう女性っぽく踊ろうっていうのが一番の意識。
高いんだよねこの歌。ね、もう基本全部踊りながら歌ってるんですよ。フリーとかじゃなくて、だから余計にしんどくてなっちゃう。でもちゃんといい女を作ったつもり。まだ足りないだろうけど、うわめっちゃ前髪気になる。私はもうバキバキっていうよりかはもうしなやかさメイン。そう歌うとこ多いんだよねマジで。生歌用に作られてなさすぎてずっと歌ってる、踊ってるのに大変。いやひまわりもやりたかったんだよね。そうどっちがいいですか、ディフェンスで合ってる。風に揺れるひまわりは太陽を今買い咲いている。本来の3、本来3人ユニット、普通にディフェンスでしょ3人。姉ちゃん麦わら帽子似合うね。でも去年の夏染めでやったんだよね。途中で見えてくるよ黄色い花広がる大地、僕は何も聞かない。
すごいツイッター全然見てなくて溢れてる。ねえ、歌詞いいよね。お、雫の当選メール来て、お、おめでとうございます。じゃあみんな来てるんじゃないでしょうか。外したんだが、嘘でしょ、当ててよみんな、お願い当ててよ。嘘でしょ、みんな最近当たったからかな。サビチ当たってないか。ショック、ショックとか言って、ショック。そうだよね、最近私公演結構出てるから、すまんすまん、わしが公園出てるから。やば、みんな外れてるじゃん。終わっちゃった。竹内先輩まで飛ばします。55分まで飛ばしてください。ごめん、みんなじゃあオンデマで会いましょう。寂しい、ファンの人少ないのは。自分のね、やっぱファンの人の量って結局モチベにも変わるからさ、いないからどうってことじゃないけど、気分はね違うからね。飛ばしてください。準備できたら教えて。ちゃん完了。では押してください。どうぞ。そうね、倍率高そうね。頑張るわ。じゃあいろんな人の、いろんなメンバーのファンの人を私がつかみます。私竹内先輩めっちゃ好きなんだけど、わかる？しかもあやちゃんと氏名なんです。ここは
でも子供っぽくはないじゃん竹内先輩って。それから踊りもちょっとしなやかにって感じかも。いやでもさ、ハイトーン嫌いな人もいるだろうけど映えるね。いや前髪伸ばそうかな。でもすごい傷んでるのが見える。もうエクステつけたくなってきたもん。なんか衣装着るってなるとやっぱ前髪短い方がいいのかなっていつも思っちゃう。ショートはしないな。だってせっかく伸ばしたのにしないわ。でもなんかこの日漏れてません？カラコンしてるからかな。私そんなこんなでこんなわけでも好きなんですけど、わかります？わかんない。衣装脱ぐのめっちゃ良くない？エッチだと思う。でもやっぱ初日はもう緊張しすぎて全然上手に脱げなかったから次頑張る。あとやっぱこの衣装がちょっとピチピチなところがまたいいと思う。わかります？分かってくれる？なんか私出てる身からしてもこのピチピチな感じはすごく好き。私が着てるとかじゃなくてメンバーがちょっとピチピチしてるのが好き。そうボディーラインなんかね、もちろんお腹出しとかの衣装も可愛いと思うんだけど、逆にこういうなんかタイトな衣装ってなかなかないからいいなって思った。分かります？
この男性めっちゃむずかった。ややこい。もちろん可愛い曲も好きなんですけど、自分がやる分はちょっと大人っぽい曲が好きなので、そう、僕とめちゃくちゃ好き。今のアミちゃんめっちゃ可愛かった。こういうペアもね、女っぽさ出さないとと思って頑張った。嬉しい。そんなこんなになっちゃめっちゃいいけど、結構私気合い入れたユニットもだけど、そんなこんな好きすぎて。やっぱペアダンスって結構女っぽさ出すの大事だなと思って、まなみにゃんもそういうの上手だから、まなみにゃんとペアだったんだけどめちゃくちゃ良かった。だからなんか体をちょっとくねくねさせる動きが多くて、お尻とかもなんかそこをちゃんとなんかはしょるとかサボったりするちゃんとやった方がいいなと思って頑張った。腰入れたりとかしたかも。なんか中途半端にやるよりかは大げさまではいかないけど、やった方がいいなって思ってた。手しゃびもいいよね。でも手しゃべもね、ダンスかっこいいよね。ちょっと手ばっかだけど、いや、なんだろう、女性らしいものを表現する曲が多いかも。踊り方もそうだけど、まなみにゃんもね、そう、世界観がもう本当にすごいから、表現力すごいし、ずっと自分の世界観だから素敵だと思う。でも、ありえんくらい練習したからね、私。もちろん練習しに行って携帯触ってたり、ポケットしてたりしてた時もあったけど、ありえんほど練習したと思う。ちょっと歌詞はあれだけど、なんかいつもだったらちょっとここいっかみたいな時が多かったんだけど、ちゃんとやった。表情も頑張りたいね、もうちょっと。
まあ、この子めっちゃいい表情するじゃんみたいな人になりたい。無表情とかじゃなくてね。ね、また出たいね。いつ出れるか分かんないけど、これでも出ないと忘れちゃいそう。腕ムッチムチだね私、知らぬ間に。今の顔ちょっといいやん、なんか性格悪そうな顔してたいいやんけ。次夕日かな、飛ばしますね。飛ばしすぎた。11分、1時間11分30秒まで飛ばしてください。いけるかな。中スイッチった。教えてくださいな。切る？じゃあどうぞ。あやちゃんがいいこと言ってる。夕日の時マジで泣きそうになった。この前のファンレターも泣きそうになったけど、バラードってやっぱいいね今どこに履けるか分かんなくなっちゃった。ひななパンツ似合うね、めっちゃ似合う。嘘いくつかついて君だけが抱え込むのをやめて。なんか卒業公演でバラード入れるなら何がいいんだろう。入れたいよねバラード。クロスちゃん細っ。あ、はーちゃんって呼んでくださいって言ったからはーちゃんって呼ばないとうん。
分のことを褒めてあげないのかね、いやもう感想もいいもんね、なんか人は誰でも弱い肝だから、お互いに支え合ってるんだ。いや私めっちゃ髪の毛傷んでるの分かるやん、やだ。ちゃんとしてるんだけどな。まあブリッジしてるから仕方ないか。めっちゃポワポワしてない？ハイトーンだから余計に分かる。私なんか最近結構公園で、あれ今フリーパン履いてるっけって時がめちゃくちゃあるのよ。そう、たまにある、たまにってかよくある。最近絶対絶対思ってる。ちょっとカメラ見るのやめてもらっていい？さて飛ばしますわ、レイダウンまで。どこだ？1時間21分です。わあ、でも私レイダウン笑ってしまったからね、めちゃくちゃ笑ってしまったからダメだよ、うん、ダメだよ、めちゃくちゃ笑ってしまったからダメだよ。いきますか、じゃあ押してください。てかもうこのクリップが楽すぎてさ、最近こればっかなんだけど、家いる時いや違うんだよ、あの本当に面白くて笑ってるとかじゃなくて恥ずかしくてね、まなみにゃんが激しすぎて。
映ってたのはず、映ってないと思ってた。網タイツがねエッチだね、自分で言うなって感じだけど。押し倒されてる、押し倒されてる。あ、見たやつ破ってますよ、お姉さん。見たやつ破ってる。めっちゃ笑ってるやん。笑っちゃった。ちょっと次は本当に気をつける。でもショートパンツ履くと足太く見えるじゃん、すごい。レイダーもね、昔やったことあるの、一回だけ。いい、くるみの編みたやつ、なんかすごい編みたやつだね。映る、あ、映ってる、すごい映ってるはず。あやちゃんかわいい。いいね、かっこいいね。でもリーダーもおお、ひななかっこいい。ハイトーンでこの人を着ると本当にただのヤンキーみたいな。あ、また映るんですね。レイダーも真正面見て終われないんだよな、恥ずかしくて。だから目そらしちゃう。では飛ばします。
次は頑張ってかっこつける、ちゃんと雰囲気出すから。1時間35分20秒まで飛ばしてください。もう終わりですよ、もう終わりです。そしたら教えてください。じゃあ押してください、どうぞ。ビンゴ撲退は坊ちゃんでもやって、なんかそこからめちゃくちゃいい流れやんと思ってハマってる、個人的にも。余計に衣装かわいいよね、人によって全然形違うし。ねえビンゴ好き、卒業コンでやりたいもん、太陽もやりたい。理想のタイプだとかここに惹かれたなんて思い出せないスピードで。歌い方変なのかな私って。歌い方っていうか口が変、歌い方、歌ってる時の、わかんない。さやちゃんとも出たいんだよね公演。さやちゃん愛媛行っちゃったから。自分だから気になるんだと思う。ひなの足細。向き間違えてる、もしかして。太陽もいいよね。
すっごい急に真顔になったけど今大丈夫？私癖なんだよね、急に真顔になる癖。なんか微妙ですね。頑張って練習しよう。愛しさが目印さ、太陽は何度も夢を見る、永遠にあの地平線から、眩しい光はエネルギー。なんかあっという間だね、木体公園って。やってる身からしてもあっという間だったけど、こうやって見てる分にも MC 飛ばしてるから余計だけど。めっちゃ質問来てる、珍しく。あ、そんなことないか。私結構楽しかったライブとか見返すタイプなんですけど、ぼっちゃんとかも結構見返しますし、楽しかったなと思って。そう、なんか、楽しかった思い出を見返したいタイプです。君だけが僕の太陽、舞台めっちゃ楽しかったからみんな見返してくれてそう。やっぱ後編は黒のマスカラですね。すごいまつげがしっかり見える。終わりじゃない？早かったね。終わっちゃったよ。
た白い方なのかな。本当だ、ここだけプリンわかる。木体自体短い。あ、そうなんだ。でも折りました。あやとりでオンデマコメント取ってますんで。あやちゃんちっちゃいな、かわいい。ここ気になる、めっちゃ。何が気になるの。肉アイウェオ。おしまーい。楽しかったー。なんかめっちゃ喋ってる姿に自分の口で気になるなと思って。ありがとう、すごい。なんか久しぶりにこんなゆっくりさ公演を見て、すごいいい気分だ。いい気分だわ。からね、また成長していけるように頑張りますんで、たくさん会いに来てください。やっぱ公演がね、なんかなんだろう、頑張ってるとこ伝わると思うんで、はい、まずは7日逆上がりで、10日が雫ですね。頑張ります。だからなんだろう、たくさん見返して、いやここのゆうなちゃんいいなとか、ぜひ教えてください。雫はやっぱちょっとフレッシュな感じが多いので、元気に頑張ろうと思います。でもやっぱ雫で結構やる子が多いっぽくて、生誕祭どうしようかね。みんなは稽古雫どっちがいいですかって感じなんだけど、でも稽古だとユニットセンターだしね。どっちがいいんだろう。そう言ったら雫ってそんななんか目立つところがないんで、
もしずくが多いんだね。これどっちがいいんだろうと思って、どっちも、いや K で生誕をなんか見てみて、あ K もいいなってすごい思ったんだけど、そう、じゃあそろそろ終わりにします。うん、そうだから先輩とかからね、なんか私の印象とか聞ける機会ってなかなかないから、経営でもありなのかなとか思ったりするんですけどね、どっちがいいかな、ちょっと考えます。ありがとう、ゆっくり公演見れてすごい楽しかったです。ではランキング見ます。13位新血アットマークなとりどんさん、12位中心アットマーク長野聖火神推しさん、11位、あ読まなきゃよかった、11位やすんさん、10位黒木アットマーク服部ゆなは僕の太陽さん、9位香港のケーキアットマーク7レンジャーアットマークなとりどんさん、8位中心アットマーク超大盛りなとりどんさん、7位 YK アットマーク久々実況配信楽しかったありがとうまたやろうねさん、6位ゆうきさん、5位サイトアットマークあいんちさん、4位 TK トンクラットマークたいさん、3位けんせいまきしさん、2位くにさん OK アットマークなんばさん、1位みなじアットマーク生涯応援するよさんです、ありがとうございました。ということでおやすみなさーい。